る。いい天気だね。ほら。あ、でもちょっと曇ってきたか。ちょっと曇ってきた。うん。さて、ボンマルシェとか言ってあるよ。ボンマルシェにやってきたわけではございません。今日はマッシュのハッピーバースデー。おめでとう、俺。モンヌーベルじゃないわ。モンナニバースデー。なのでケーキを買いに来ました。イエス。ありがち。楽しみ。初めてのケーキ屋さん。デガトーエデュパン。デガトーエデュパン。っていうところね。お菓子とパンのってそのまま。シンプル。とってもシンプルですね。あ、こっち出る。こう晴れてる。あれやね、シェフ、そこのパティシエールさんが、うん、あれやね、女の人やね。あ、パティシエールさんから。珍しいですね。そう。だから楽しみ。ね。うん。行きましょう。抜けれるかな。あやちゃん、これ梅かな。桜みたい。桜？あ、すごい、見て。かわいい。それ？だんだん咲いていってる。ほら、ここにもつぼみあって。おお。もう咲くの。もう春が近づいてきてる、ね。お前先っぽとかほら、ギリギリ。すごい。え、ここさ茶色いやんか。こっからもう緑やから新しいんやな。あ、これじゃあ新枝？おぬですよ。新枝ですか？新枝や。地中が足にすっごいあの。なんていう花粉めっちゃついてる。マシアイビデオ。何してるんですか？仲間かなと。緑と緑の保護色です。あなたは緑やで。あ、俺もやん。ちょっと色味が違ったわ。あやちゃんの方が合ってたんちゃう。こっちや。あなたこっちかも。あ、こっちかな。あ、こっちや。違うな。あー、難しいな。いつもな。見つかれへんよな。オッケー。ワン、ツー、スリー。あれ写真を求められてますね。ちょっと俺ワンシャッターちょっと行くただですただです。そんな iPhone ですし、余裕でただです。 iPhone ですし。でもめっちゃ似合ってた。似合ってたな。かわいいな。あれも残したいねんな。そう、素敵やった。いいね。いいですね、うん、さあもうすぐやと思うねんけど。もうすぐですか。うん、ありました。これデガトーエデュパン。わあ、わあ、素敵。ちょっと丸いやん。ワクワクしてきました、あやちゃん。入りましょう。買いました。わーい、いっぱい買いましたね。どんなお店かはね、あのホームページ載ってるんでちょっと見てもらえたらと思うんですけど、うん、はい、何を買ったかは家帰ってから見ましょうか。やっちゃん、じゃあ行きましょう。いや、これは何ですか？これはパッサージュです。なんかいろんなお店が入ってる。ほんまや、ビアンブニューって書いてある。新しいね。このパッサージュ、なんか開発されたんかな。なんかね、日本でも結構コーヒーが買えるっていう。あ、そうそう、このパーセント。あ、ほんまや。これの日本のどこの店舗やったっけな。日本の店舗の照明を友達がやってた。建築系の子やったから。これやな。アラビカ。そう、お前は閉まってる。ああ、ここでやってるんか。なんか抹茶もあるし。キュッてる。いいマシンです。コーヒーマシン。なんか全然パッサージ閉まってるね。バカンスか。でもここ開いてるね。ほら、ちょっとだけやね。ここも開いてる。ね、
屋さんがすぐそばにある。あ、かわいいお花がいっぱい。どうですか？お花買って帰りましょうか、あやちゃん。あ、みんなさ、うん。かわいい。プチブーケがある。なあ。あ、これバラかな？違うか。あ、中ほら、いい感じっぽい。バラ買ってみよう。はい、かわいいの2個も買っちゃった。すごい。いいね。めっちゃかわいいな。じゃあ行きましょうか。はい、帰りましょう。ひかりと花やばい。ワクワク。久々になんかお花買った気がする。最近ちょっと買えてなかったもんな。はい、ジョリー。ロウソク、これロウソク、はい、ハッピーバースデーマッシュ、おめでとう、ありがとうっていうやつのための、年取っちゃった、一つおめでとうございます、ありがとうございます、1年また年を取りましたが、はい、っていう感じでですね、可愛く持ってみました、出た出たそう、これジョアルアニバーセーってね、チョコレートをつけてくれたね、うん、でガトーエ・デュ・パンっていうお店、でガトーエ・デュ・パンさん、すごいよね、うん、すごい、で、お花、お花チューリップと、なんかいいね、めっちゃ可愛いな、すっごい久しぶりにお花買ったんですけど、やっぱりめっちゃ可愛いよな、ちょっとさっきからこうやってニーって見て、綺麗、なんか今日、すみません、対談みたいな対談じゃないんやけどな、ハッピーバースデーなんですね、対談じゃないんですよ、これ昔この机をランニングした時に見つけて捨てられてんのをね、でもって拾ってきたんですけど、それをずっとあの向こうの部屋に置いてて、で前の前の飲みの市の動画の時にこれを使って、あの写真撮ったらすごい可愛かったから、今日もうこれで撮ってたらもうこのまま行っちゃえということで、しばらくこれが日に高まりそう、そう、ね、猫足でね、ここの足ラインもすごい可愛いし、可愛いや、あー美味しい、美味しいお茶、キャラメルのやつやな、うん、でこのお皿は昔リールで買ったお皿で、 あんまりこれ見せてなんかやったことなかったんけど似合うかなと思ったけど、かわいいな、かわいい、うん、じゃあ今日のケーキはこれローズ、ローズケーキって言ってたっけ、ローズとパンプルムース、ね、グレープフルーツ、レープフルーツ、わーでムースになってて、すごい柔らかい、レジェって言ってたよな、うん、軽いよって言ってました、そうね、あと買ったもん、さっき紹介しとくと、パテ・ドゥ・フルイ、パテ・ドゥ・フルイ、またグミじゃないけど、まあパテ・ドゥ・フルイで通じますかね、うん、もう日本でもフランス版のグミみたいな、グミじゃない、羊羹なんか、うん、確かにフルーツを固めたものです ね、ゼリーで、ゼリーというかペクチンかな、パンを買って、パンオショコラ、パンオショコラ、これは絶対うまいと思う、でもちょっとケーキのお腹いっぱいないですから、そうそう、あの今日じゃなくて別日に食べようかなって、でこれがショッソポーム、ショッソポームですよ、まあアップルパイやねんけど、そう、綺麗、葉っぱの形かな、かわいいな、定番なんですよ、うん、一応そうね、デガトエデュパン、うん、パンもメインなかなっていう、パンもパンさんに来てる人もたくさんおって、うん、でこの袋がすごい可愛かった、うん、いいよな、フルーツがパンになった、あ、ほんまや、
よかった。あ、ほんまや、ほんまや。今、ごめん。今気づいた。ごめんなさい。キーにパンが鳴ってる。キーというか、なんていうか。いいな。なんていうかって感じやけど。なんていうか、なんていうか。はい。っていう感じのお店で買ってきました。あ、柔らか。なにこれ、ふわふわ。ふわふわ。ふわふわ。おー、ポンプルムス出てきた。あ、すごい。ほら。すごい、真ん中に、ほら、パンプルムースがしっかり入ってる。たっぷり入ってるんや。おー、うまそう。ちょっと戻しつつ、じゃあいただき、どうぞお先に。パンプルムースが。いただきます。美味しい？めっちゃ美味しい。そうそうそう。ね、パンプルムースはもちろんすんねんけど。ローズ？ローズの香りめっちゃいい。いただきます。うわー、これは美味しいね。うん、めっちゃ美味しい。カルフォンでめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいな。え、すごい。まや、最後ローズめっちゃ香る。ローズの香りすごいな。え、でもパンプルムースもめっちゃ香るな。うん、パンプルムースが初め酸っぱいさがバーンってきてめっちゃフルーティー、酸味がね。うん、でその後にこのローズの香りがめっちゃ鼻が抜けんねやんか。うん、めっちゃいい。うん、うん、なんか日本のショートケーキ味もある。うん、めっちゃ軽い。あの、めっちゃ軽い日本のショートケーキ、うん、甘さちょうど控えめのあれぐらいの感じやんな。でもローズがすごいバラの香り。スポンジがすっごい優しい、柔らかい。なんか珍しいよな。なんかフランスで買ったケーキ、スポンジとか結構クッキーみたいなさ、甘い感じで作られてるのが多いけど、これは全然、まあ、日本のショートケーキ味のあるスポンジというか。もう切らへんね。あ、すいません。あ、花びらも口入っちゃった。うん、美味しい。うん、花びらって感じ。まあ、花びらって感じ。まあまあまあ、うん、結構俺、うん、美味しい。ベスト5に入るで。うん、今までのケーキの中で。何個食べたっけ。ちょっとだけ。10個のうちの5に入るか。人生の中で。あ、人生で、それはすごいぐらい美味しいかも。珍しいよな、なんかこういうさ、うん、結構酸っぱい、言ったらグレープフルーツとかと甘いの合わされるのほんま苦手やん。ほんまに好きじゃない。ほんまに苦手やんか、うん、珍しいな、これ美味しい美味しいって。でもめっちゃ美味しい。やった、誕生日にこんな美味しいの、めっちゃ嬉しい。ひいこわ、ちょっとあの消しとこうかな。大丈夫。ガチャガチャガチャみたいな。まあ、火ほとんど映ってないからね、遠いから。やんな。ちょっとあの、これ1個食べてみようかな。あ、食べてみたい。ガトゥドゥフル。この色違うの3つ。これあれかな、やっぱり。ガジュの色やね。あの、カシスか、あ、ブルーベリー。ブルーベリーがどっちかじゃない。確かに。おー、いいね。あ、このまま行こう。じゃあこれから。いただきます。ブルーベリー。うん。うん、美味しい。美味しい。うん、普通に、なんていうと、うん、意外と酸っぱい。これジャリジャリしてる子供の美味しいって思うあのパンチの強さと、うん、あとの酸味がなんか大人っぽさもんね。うん、上品やな。うん、これマンゴー。マンゴーか。マンゴーかな。ちょっとリンゴかなこれ。じゃあポム。ポムっぽいな。ポムと見た。かポアか。ポアや。うん、ポワや。うん、洋なしです。洋なしでした。美味しい、美味しい。うん、でもちょっとこの2月はほんま甘いもんずっと食べてる気がする。うん、なんか2月の初めの方にもプレゼントでもうすぐバレンタインやからって言っていただいたのがあって、うん、で、この前あの YouTuber ののりさんっていう方がなんとのお住まいのね、で、方にこの前僕らバレンタインの動画出したと思うんですけど、あの時にのりさん用のね、もう買ったんですよね、うん、で当日パリに偶然来はって連絡いただいて会ったら、なんだろう、向こうもチョコ買ってくれてて、ちょっとバレンタインでやったからな、そう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 、で交換っていう感じやって、それでまたチョコ食べたやろ、うん、いや自分らのバレンタインのチョコも食べたやろ。ほんでこれケーキやろ。甘いもんめっちゃあのマシェビルの履歴見るとパティスリー巡りがもう続いてるっていう。まあでも、うん、でも楽しい、すごい今1週間に1回ぐらい甘い。今ブームはほんまケーキ食べるか飲みの市行くか。
チョコ食べるか。チョコ食べるか。チョコなんか私毎日食べてるので、ちょっとね、これやばいな、めっちゃ美味しいな。止まらんやん。止まらんよな、珍しいね。中入ってたから。いや、もうずっと美味しい。うん。ほんまに、この何やったっけ、グレープフルーツのおかげで連食めっちゃできる。わかる？何ができる？グレープフルーツがあるから、もういくら食べてもずっとなんかあの連食な、うん、連食できる。ずっと食べれる。すごい。これ食べていいよ。あ、俺こっち食べるから。好きじゃない。あ、じゃあ食べてどうぞ。俺はこのジュライナで。どっちも食べ。あ、じゃあいいですか。うん、もう花びら食べてんやん、うん、なんか味するんかなと思ってんやん。じゃあ無味やねんな、あんまり無味、あのなんていうの、ほんまに、うん、繊維というかさ、シャクシャク花びらを食べてるって感じ、キャベツって感じ、キャベツに近い、うん、これ出会いになります。あのお店でこれ誕生日ケーキって聞かれてそうですって言ったら、もう一回箱にしまってくれたのに開けてくれてこのチョコをのしてくれました。そうそう、パンって誕生日、かわいい。誕生日なんでいただきます。いただいてください。うん、うまっ。ああ、はい、いや素敵な、ということでおめでとうございました。ありがとうございます。まあこれからもあのいい感じで年を取っていきましょう。そうやね、結構で、はい、であのよく質問で、あの年齢はいくつですかって聞かれるんですけども、うん、あの何の意味もないんですけども年齢は不詳にさせていただきます。謎のままの方がいいかな。謎大きい場所屋にしとこうかな。結構言ってるけどな。結構言ってますけど、まあ謎はちょっとね、うん、入れておきましょう、はい、ということで、であとねパンはね、あのまた感想は、はい、あの今もうお腹いっぱいで食べれへんくなったんで、うん、多分っていうか絶対美味しいと思います。、はい、最高に多分ベスト3に入ると思います。ゆる言ってるだけ。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント対談やな、お前。作った人じゃない。これ素晴らしい味ですね。すごい、作った人じゃない。紅茶とのペアリングを楽しみましょうみたいな。作った人じゃないです。じゃあね。